リチャード・オースティン・フリーマンポンティング氏のアリバイたくましげな牧師の快活そうな顔をソーンダイクは不審そうに見つめた牧師はブロドリブの紹介状を持っていたどうしてブロドリブ君は私のところへ紹介してきたのかな 法律のことなら自分でやったらよかりそうなものだがいやあの方が紹介してくださったのには何か考えがあるんでしょうですからとにかく話を聞いてみてください牧師のチャールズ・ミードは愛想笑いをしたいやブロドリブ君の紹介なら間違いはありませんソーンダイクも笑った あれは古くからの友人なんですでは早速話を承りましょうまず詳しいいきさつを知りたいのですその脅された女の人というのはどんな人なんです名前はミリセント・フォーセットですミードは言うこの人は資産があるのでもっぱら慈善事業に献身していて元病院の看護婦をしていましたが 今では教区に病人があった時など世話をしていますそれで自然に私の仕事を手伝ってくれたりしましてもう長い間親しくしているのですが私は二か月後にこの女と結婚することになっているのですそんなわけでこの女のことでお願いにあがったのです ああ、そうですかそれではあなたも利害関係があるわけですねでその脅しというのは私もはっきりとは知らないんですよミードは言う。ただあの女と話をしていたらそれらしいことが分かったというだけなので大して問題にしていないのかあまり話したがらないんです あの女はちっとも心配していないようですでも私があなたに相談することは話しておきましたですからあなたから直接本人に聞いていただけたらと思うのです本人は平気でも私は心配でならないのですで脅しているのはどんな人なんです それは一人なのですか二人ですすかかどうしてそんなことをするのです脅すのはミス・フォーセットの義兄のウィリアム・ポンティングというのもおかしいですが実は女の父はある未亡人と再婚しましてその再婚した未亡人の連れ子がポンティングなのです。 今はこの未亡人も死に続いて父も死にましたしかし父は死ぬ時全部の財産を女に残してポンティングには少しも残さなかったそれがポンティングの不平のもとなんですところがあとでまた不平のもとになることができた 数年前女は遺言を書いたのですがそれは自分の死後大部分の財産をいとこのフレデリック・バーネットとジェームス・バーネットに譲ってポンティングにはごく少ししか譲らないというのです。その話を聞いたポンティングは真っ赤になって怒り 自分にも同じ額を譲るのが死闘だと言ってしつこく女に迫り最近ではそれが脅しのようになってしまいましたつまり女が遺言の書き換えをしないのが脅しのもとになっているのですでもあなたと結婚すればその遺言が変わるということを その私は言った知らないでしょうしかし結婚すれば遺言を書き換える必要が本当にあるのですかミードは聞いたありますとも私は答えたそして新しい遺言状を作れば その人にはますます不利になってくるわけです。しかしその人はそんなに遺言状を問題にする必要があるんですかね。いくつですその人とミス・フォーセットの年は。ポンティングは四十ぐらい、ミス・フォーセットは三十六なんです。どんな人ですかソーン・ダイクは聞いた。いかんながら。 あまり気持ちのいい男ではありません気難しくてそやで乱暴者で不労者の傾向があって金遣いが荒いのですミス・フォーセットからたくさん金を借りているんですが少しも払おうとしないある週刊誌を出版しているところに勤めているんですが いつなまけて借金ばかりしているそうですその人の住所を承っておきましょうソーンダイクは言った友人と2人で下宿にいたんですが今その友人とけんかをして1人で下宿に住んでいますデボンジャー街の12番ボルネオハウスです 2人のいとこというのはポンティングと競争者になったわけでしょうがポンティングとの仲はどうなんですむろん仲はよくないです。ミードは答えたもとはとてもよかったのです仲がよかったから今の下宿にポンティングが引っ越してきたぐらいなのです2人のいとこは にのススマトラハウししています。しかし遺言で仲が悪くなって今では両方で口も利かないそうです2二人のいとこは一緒に住んでいるんですかフレデリックとそのサイくんそれから弟のジェームズこの3人は一緒ですが みなちょっと変わっとわているのです。フレデリックはバラエティの舞台で歌を歌い弟のジェームスはいろんな楽器でその伴奏をするのですが二人ともスポーツが好きことにジェームスの方がスポーツ好きでその他いろんなことをやります二人が音楽をやるのは ポンティングの悩みの種でポンティングはやかましいと言ってしょっちゅう苦情を言っているようです牧師ーミードは話すのをやめて大事なことを書き留めているソーンダイクの顔を見た話は大体いいわかりましたしかしまだその脅しというのはどんな脅しであるかそれを話してもらいたいですなそして 私にどうしてくれとおっしゃるのですミス・フォーセットに一度会ってやってください。私と一緒でもいいです。そしていろいろあの女に聞きだしてその上でポンティングが脅さなくなるような方法を考えていただきたいんです。いかがです今夜来てはいただけませんか 寒いですがタクシーに乗ればすぐですどうでしょうソンダイクが反対を唱えないので彼はまた続けた今女中が自分の家へ帰っていますのであの女が一人でいるはずですソン大工クは時計を出してみて今八時半ですな三十分もあれば行けましょう 脅しというのは何でもないことなんでしょうがでもその影に何かがあるのかもしれない法律は医者の薬と同じで後になって騒ぐより何事もないうちに飲んだ方がいいですジャビミス君行ってみるかどう答えてよいか私は迷った実を言うと11月の暗い夜に外に出るより火のそばで本でも読んでいたかった でも騒音大工が出たがっているふうなので潔く諦めて行くことに同意したそれから2分たつとタクシーを呼ぶために喜び勇んで飛び出した牧師の後を追って私たちは気持ちよい部屋からインナーテンプルレーンの寒い夜風の吹くところへ出た街角で牧師はタクシーをつかまえてこまごま行き先を説明していた 何のの必要があるのか。こんな夜の外出にもソーンダイクは調査箱を下げていたソーンダイクが一番にタクシーに乗ると牧師と私も後からそれに乗った暗い町ちまちを走りながら牧師のミードは前の話の抜けたところを補足したり楽しかるべき将来の生活の予想を話したりした二人の結婚はロマンティックなものではなかったが 今まで両方で忠実であったようにこれからも忠実でありたいと望んでいるらしかったうれしそうにまた心配そうに話す彼の身の上話を聞いているうちにタクシーは郊外の庭のある地味な小さい家の前に止まったミードは絵画の明かりの漏れる窓を指さし「今いるようです」と言った タクシーは私たちが帰る時まで待たせることにし壁を抜けて玄関に立ってミードは特徴のあるドアの叩き方をしたしばらく待っても返事がなかった今度はドアを叩いてベルを押したかすかに錠を外すか錠をかけるかするような音を聞いたように私は思ったがドアはいつまでたっても開かなかった。 またミードはベルを激しく押した家の中でそれが鳴るのが聞こえた彼はベルを押しながらこりゃおかしい外出する時にはいつも明かりを消して出るはずなんですがどうしたもんでしょう心配そうに言った構うことはない入りましょう今なんだか音がしましたよ 裏からかいれないのですかソーンダイクは言ったミードは裏の方へ走っていったソーンダイクと私は表に立って明かりのついた窓を見たがその窓の高いところは少しばかり開いていたどうもおかしいそう言いながら私は郵便物の差し入れ口に近づいて耳を澄ました ソーン大工も不審がっている様子だった。ミードは大息をしながら帰ってきて、家の横に出入り口があるんですが、そこも中から閉じまりしてあるようです。どうしましょう。この言葉を聞くと、私は玄関のドアに閉じまりするような音を、先ほど聞いたことを思い出した。ソーン大工は、 返事もしないで調査箱を私に渡し窓によじ登って上のガラス戸を下に下ろしカーテンとガラス戸との間から部屋に飛び降りたそれから彼はすぐ玄関へ出て玄関のドアを中から開けた牧師のミードと私は玄関へ入った明かりのついた食堂のドアが開いているのでそこからテーブルの上に投げ捨ててある針仕事の道具がよく見えた 牧師は玄関のスイッチをひねって明かりをつけたソ音ンダイクは彼の前を通り抜け半ば空いている次の部屋へ入った入る前に彼は手を伸ばしてその部屋のスイッチをひねって明かりをつけたその部屋に入ったソ音ンダイクは後にドアを半ば閉めて「ミードさんあなたは入っちゃいけませんよ!」と大声で言った だがミードも私もドアが閉まる前にその部屋の中を見てしまったドアのすぐそばの敷物にドス黒い液体がたまっていたミードはソ音大工イクの精止を無視してドアを開けて部屋に入ったあとからその部屋に入った私は一人の女が低い寝椅子に横たわっていてミードが両手を広げ 喉が詰まるようなうめき声を立ててそれに走り寄ってひざまずくのを見たおお死んでいる、早音大工さん、もうだめでしょうか、なんとかできませんか。早音大工は頭を振って、もう手遅れです。 低い声で言った。ミードは寝椅子のそばにしゃがみ死人の顔を見ながら両手で頭の髪をかきむしり恐怖と絶望の入り混じった声を絞って「おいミリセントミリセント」ントと呼んだが急に勢いよくソーンダイクを振り返って「これはこんなはずはない」 信じられないソんン大工さんこれ死人が右手に握っているカミソリを指さしたミードは信じられないと言ったが私も同様に信じられないと思ったこの経験で神を恐れる女が自分で自分の命を絶つようなことをするはずはないろうのように白い顔の喉には 赤い傷が口を開け右手に刃を起こしたカミソリを持っていただがカミソリを握っていることが何の証拠になろう私は最初からそれを信じなかったそれでいて喉の傷は左から右にかけて自分でえぐったように一文字に切れていたこれはどうも怪しい しかし自殺でないとすれば一つの場合しか想像できないとにかく早く警察へ知らせなくちゃ僕が行きます警察も知っていますしタクシーも待たせてありますミードは立ち上がって愛情と哀れみのこもった目で死体を振り返りかわいそうに僕は。 あなたたののをを注ぎ、悪いい人を正義の神に裁いてもらうためにはどんなことでもします。ミードが部屋を出て玄関のドアの閉まる音がするとソーンダイの態度は急に変わった幸福で優しかった人間が一瞬に命を絶たれたこんな恐ろしい悲劇に顔を向ければ誰だって胸を打たれるだろうが ソーンダイクもひどい衝撃を受けているらしかった厳かな顔で彼は私を振り返ったひどいことをやったねジャービス君と気味が悪いほど低い声で言ったそれなら君も他殺だと思うなぜだか私はほっとしたような気持ちだった他殺に決まっているよ ちょっと見ただけでわかか。るじゃないか服は看護婦の服だし隣の部屋には針仕事がそのままになっているしカミソリを握った指だってだらりとしている4つの傷のうちの最初のが致命的だったのだこの残忍な切り方を見たまえドアのそばに血がたまりその血は首から服を伝って足の方に流れている襟も帽子の紐も切れている 横になった時には出血が止まっていたのだそれらの事実はどれもこれも自殺でない証拠だだがグズグズしてはいられない家の中をよく探してみよう犯人は逃げただろうしかし僕らの着いた時まだ犯人がいたのなら生々しい跡が見られるわけだ調査箱から懐中電灯を出して彼はドアの方へ歩きながら ここの部屋はとでゆっくりしべることにしよう。それより2階が先だこれから2階を見てくるから階段のそばに立って表や裏の出口を見ててくれ私が廊下に出ると彼は階段を走り上がっただが2分ほどたつと2階から降りてきて2階には誰もいないこの家には地下室がないようだから絵画の各部屋や庭を探してみるんだね 私たちは台所その他の絵画の各部屋を見たあとで裏のドアを開けて庭へ出てみた広い庭の向こうに果樹園があった庭には何の変わったところもないようだったが果樹園の端まで来ると手がかりのようなものが見つかった果樹園のそばには高さ5フィートばかりの塀があってその上に釘を植え付けてあるのだが 電灯でその国を調べていたソーンダイクは服の繊維の塊らしいものを2つほど見つけたのである誰かがここを乗り越えたんだソーンダイクは言う果樹園だから人が来るのも当然だろうが問題は今は実がなっていないしこの2つの服の繊維がまだ新しいというところにある1つは紺1つは黒と白の混ざり 一つは上着一つはズボンだろう私は言ったそうかもしれないいつも持ち歩く小さい紙の袋を2つ彼は取り出しそっと2種類の繊維を釘から外し別々の袋に入れそれをポケットにしまうと塀の外の小道を電灯で照らした砂利を敷かぬ小道はめったに人が通らないのか草が一面に茂っているが 塀のすぐ下の草のない地面にははっきりした足跡が一つと曖昧なのがいくつか残っていた23人の人が別々の時間に歩いたらしいねと私は言ったはっきりしているのがここから飛び降りた犯人の足跡だしかし今ここから降りると僕らの足跡で分からなくなるから目印をつけておいて後で調べることにしよう 彼は塀の上に判決を置いたそれから私たちは家へ引き返した「石膏の型を取るつもりなんだろ?」う。と私は言った彼はうなずいた私たちは客室に置いてある調査箱を取って玄関から外に出た門を出て60ヤードほど歩くと家の背後に向かう小道が見つかった 私たちはその小道におれると注意して左右を見ながら歩いただがハンケチで目印をしておいた塀のそばまで来る間ただ草を踏みにじった跡があるだけで別に変わったものは見つからなかったこの足跡が他の足跡の上に重なって他のを消してしまっているのは残念だね私が言ったいやこれだけでたくさんだ この足跡だけは特徴があってはっきりしているかかとが丸くてゴム裏の模様に特徴があって一個修繕した跡が見えるこんな足跡は見分けるのにおあつらえ向きだ彼はそんなことを言いながら調査箱から水の入った瓶や石膏の入った缶やワやサジや型の中に入れるカンバスなどを取り出しワに石膏を溶かして 早く乾かすためにそれをやや硬めにしそれにカンバスを浸して一色たに足跡に注ぎかけカンバスが一番上になるようにしたジャービス君型が乾くまでここにいてくれ僕は警察から人が来ないうちもう一度死体をよく見てくることに背を見たいんだどうして背を見るの私は聞いたはい あのの死体をを見見るるると、どうううも背中を見るのが良さそそに思思えるんだ。君はそう思わない私の答えも待たないで懐中電灯を残したまま彼は急いで行ってしまった彼の残した言葉は石膏が固まるのを待つ間に意味を考えるのにはなかなか考え出のする言葉だった生々しい死体の横たわる光景を私は胸に描いた。 それは容易に忘れられぬ光景だったそしてその光景の中から背中を見たいと言った彼の言葉の意味を探ろうとしたが別に理由がありそうに私には考えられなかった傷は皆死体の前にあった後ろに傷がありそうには見えなかった何度も石膏の塊具合を試してみた 早くくとっになりたくて気が苛立ったてがが、まだ固まらぬうちに持ち上げて薄い大切な型を壊してしまっては大変だと思っただがしばらくするとカンバスを背にした石膏型が適当に固まったらしいのでそっと一方に指を当てて起こしてみてカチカチに固まっているのを確かめて全部を剥がしたカンバスの使わないのがあったので 私はそれで石膏型を包み壊れないように調査箱に入れて懐中電灯を持って立ち上がった玄関から入ってドアを閉め客室へ入ってみるとソーンダイクが入り口の血の海のそばにしゃがんでしきりに何かを探しているところだった私は石膏型が取れたことを告げ何を探しているのかを聞いたボタンを探しているんだ 背のボタンカラーを止めるボタンボタンが重大なのいつどこでボタンが落ちたか知ることは重大だね懐中電灯を貸してくれ私はそれを彼に渡した彼はそれを敷物に触れるほど低めて敷物が真横からの光線を受けるようにした2人でその光線を追いながらホ方々を探したが ボタンはどこにも落ちていなかった。この部屋じゃないんだよそう私が言った瞬間床とすれすれに戸棚の下を照らした彼の懐中電灯が壁に近いところに小さなものを照らし出したすぐ私は敷物の上に腹ばいになり片手を戸棚の下に突っ込んで小さい貝ボタンを拾い上げた彼はそれを手に取ってみながら 戸棚はネイスとはと反対の側の窓の側窓そばにあるんだ。しかしこれが背のボタンかどうか比べてみないとわからない彼はまだ床に何か落ちていないかと探すような格好で歩きながら寝スのそばに近寄った死体は横向きになって背が見えるようになっていたソーンダイクはそのカラーの後ろの穴にボタンを入れてみて こ,れこ,れ確かにここれれ、前にもこれと同じボタンが一つついているソーンダイクは死体の灰色サージの服に電灯をくっつけさっき動物の毛がついているのを拾ったのだがまたここにもついている犬か猫の毛だろう君ちょっとこの電灯を持っていてくれ私は 彼がピンセットで毛をつまんで袋に入れるのを見ながらこの女が飼っていたんだよ女というものは相当の年になると犬や猫をかわいがるものだからねそうかもしれないねしかしそうなら前の方に毛がつきそうなものだが前についていないのだそれから敷物の上にもついていない死体は元の通りの姿勢にしておこうそして 警官が来ないうちにんうう。うで調べてみようもう来そうなもそなだが。私たちは死体を元の姿勢に返し調査箱や電灯を持って食堂へ入ったそして私が袋に入っていたものをスライドに挟んで順々に顕微鏡に差し込むと彼は時間がないので急いでそれらのものを見たそして レンズに目を当てたままこう言った服の繊維はどちらも上等の毛で一つはコンサージ一つは白と黒で他の色は混ざっていないタフェッタオリか格子島のようなものだろうそうかそれならコンサージの上着に格子島のズボンだろう次は動物の毛だ私はスライドにのせた毛にラベンダーオイルをにじませて 顕微鏡に入れた。3種類の毛が混じっているな急いで見た後で彼は言った灰色のペルシャ猫の毛が少しばかりと長い犬の綿毛チンかもしれないね僕に見当のつかないのが2本ある猿のようだがそれにしては色がおかしいちょっと緑色がかっているんだ哺乳類にはこんなのはいないだろう タクシーが止まったようだね。こんなことは土地の警察の人に話したって仕方がない。これは警視庁の仕事だと思うんだ。玄関へ出て私がドアを開けると、ミードが二人の警官を連れて帰ってきたが、意外にもその一人はおなじみの警視庁のミラー警視と、一人は土地の警察署長だった。遅くなってすみません。とミラーは言った。 実はあなた方がいらっしゃると聞いて安心していたんですいろいろミードさんから事情を聞いていたので遅くなってしまいましたいかがです彼はソーンダイクと握手したあなた方もミードさんから事情をお聞きになったそうですな一応聞きましたそしてここへ来てみたら死んでいたんですソーンダイクは答えた 自殺か他殺かわからないですかまあ他殺と考えて一時も早く手を伸ばした方がよさそうですなそうですかそんならその人間が今どこにいるかあなたはいつここへおいでになりましたミラーは聞いたタクシーが止まったのが9時に2分前ですまだ10時に25分前ですからタクシーに乗ったらすぐ行けます 向こうの住所はわかっているんです。タクシーは待たせてあります。ミードは言う。金は二度とも払ってあります。私は所長さんの用事があるかもしれませんから、ここで待っています。暖かく私たちの手を取って握手した彼の顔からは、希望に満ちた正気はすっかり消えてしまって。 落胆した人の深いシワが刻まれていたもっと早く駆けつけることができたらこんなに彼を不幸に陥れなくて済んだろうにと私は運命を呪わずにいられなかった私たちが部屋を出ようとしていたらソーンダイクは立ち止まって牧師に聞いた「ミス・フォーセットは何か飼っていたのですかか猫だとか犬だとと犬か?」。 牧師は驚いたような顔をした。ミラーは耳を傾けていた。い、ええ、そんなものはあまり好きでなかったのです。関心を持っていたのは人間だけです。ソーン大工は真顔でうなずき、調査箱を下げて部屋を出た。ミラーと私がその後に着いた。 行き先を運転手に告げてどっかり座席に腰を下ろすと早速ミラーは質問の火蓋を切ったソーンダイクさん今日も魔法のカバンをお持ちですな何かお分かりになりましたかジロジロ調査箱を見たはっきりした足跡の型を1つ取りましたがねしかし関係者のものかどうかそれはまだわからんですソーンダイクは答えた 大抵大丈夫でしょうはっきりした型を取ってそいつを陪審員に靴と比べさせたらそれが何よりですよミラーはそう言った私がカバンの中から石膏型を出して渡すと彼は珍しげに取り上げて表を見たり裏を返したりしていたがこれは立派なもんだよくできましたね これと同じ靴は世界に二つとないはずだ。指紋と同じですよ。大事にしてください。これに当てはまる靴を持った男があったら、そいつが犯人です。騒音大工があまり口をきかないので、自然ミラーに対して私が代弁をしなければならなかった。騒音大工が考えているときにはあまり話しかけてはならないということは、 ミラーも私も私よく知っていた。今彼は考えているのだ片隅に座って黙り込んでいる彼は今までに見た材料を頭の中で分類して一つの過程を作りつつあるのだここです車が止まるとミラーはドアを開けたどういうんですかね警察から来たというんですか それはそう言わないと部屋の中に入らせてくれませんよソーンダイクが言ったそううでですすか。しかかししし話ははさんんにに任せますよ。ああなたには考えがあるんでしょうから。容易に部屋に入れてくれないというソーンダイクの予言は当たっていた3度目にノックしながらベルを押すと怒ったような足音が向こうに聞こえた 足音も感情を表現するものだということを私はこの時初めて知ったそしてその足音がドアの向こうで止まると勢いよくドアが顔の見える程度に開いたそこから毛深い男が顔をのぞけて何でです。すあなたがポンティンィグさんですか。ミラーが聞いたそれがどうしたんです ぶっきらぼうな。荒い答えだった。用事があるんです。ミラーの声にはなだめるような調子があった。こっちにも用事がある。忙しいんだ。ポンティングらしい男が言った。大変な用事なんですよ。こっちの用事も大変なんです。ポンティングは乱暴に言った。彼はドアを閉めようとしたが。 ミラーは足でそれを塞いだ。彼はミラーの足を蹴った。彼は軽いスリッパを履いているだけだったが、ミラーは警官の重い靴を履いていた。暴れるんじゃない。今までの丁寧な態度を捨てて、ミラーは高飛車に出た。俺は警察から来たんだ。大きな肩でドアを押し開けた。おまわりさんなの。 どんな用事でそれを話に来たんだ。でもこんなところじゃ話せないじゃないか。そんならお入りなさい。しかし今夜は次から次といろんなことがあって忙しいんだから、話は簡単にしてください。彼は私たちを部屋に通した。飾り気の少ないガランとした部屋だったが、出窓の下に上の斜めに傾いたデスクがあって、 そこに書きさしの原稿のようなものが散乱していたので彼の忙しいといった理由や来客を嫌がる理由はのびこめた6つり顔で彼は椅子を3つ並べソーンダイクと私をじろじろ見ながら座ってみんな警察の方ですかと聞いたこの2人はお医者さんですソーンダイクさんあなた話してあげてください ミラーは言った今夜急にミス・フォーセットが死んだのですソーンダイクは言ったおおそりゃ出し抜けですないつ死んだのです9時ちょっと前です15分ほど前でしょうそれは思いがけないことですなだって僕は昨日会ったけどその時はいつもと変わっていませんでしたよ なんんでで死んだのですちょっと見たところでは自殺のようなんですがねソーンダイクは言ったポンティングは息を弾ませて自殺そんなはずはないそんなことはないでしょう劇薬でも飲んだんですか違います劇薬じゃないカミソリで喉を切ったのですそりゃ話がひどすぎる ちょっっと言葉を切った後で。そんなことはないでしょう。僕は信じません。どうして自殺するんですあの女は生っ白い顔をした牧師と結婚すると言って張り切っていた最中なんですよ。それに、カミソリとは何です何で女がカミソリを持ちます女はカミソリなど使いませんよ。タバコを吸ったり酒を飲んだり、喧嘩をしたりするのはいても。 顔をそることだけはしないはずだ。僕はそんな話は信じない。本当なんですか恐ろしい顔で彼はミラーを見た。実は私もそのの点に疑問を持っているのです。ミラーは言う。私も今あなたが言ったようなことを考えているのです。しかし自分で喉をそらなかったのなら誰か他のものが切ったに違いない。 だから今夜9時15分前に誰があそこへ行ったかということを調べようと思うんです怒った猫のような顔でポンティングは笑っただから僕を怪しいと睨んだのですか一応は誰も調べてみる必要があるのですあの女を脅したことのあるような人はなおさらですポンティングは真顔になった しばらく相手の顔を見ながら黙って座っていた。やがて今までより穏やかな声で、僕は六時からずっとここで仕事をしていたのです。調べてご覧になったらわかります。六時からこれを書いていたんだから。ミラーはうなずいたが何も言わなかった。ポンティングはしあん顔で相手を見つめていたが、出し抜けに声を上げて笑い出した。 何がおかしいんですミラーは聞いたアリバイがあることを思い出したからなんです完全なアリバイがあるんですよ世の中のことには悪いことの半分に必ずいいことがあるもんですなさっき今夜は次から次といろんなことがあって忙しかったと言ったでしょう。それは隣に住むいとこ2人が何度も邪魔をしたということなんです 二人は音楽家なんです。ごめん、音楽家は大げさかもしれないが、バラエティーの学士でしてね。おかしな歌で観客を楽しませるのです。ところが、毎日その稽古をするので、隣の僕はやかましくてたまらない。それで、僕の仕事がある木曜日と金曜日だけは稽古を遠慮してもらうように約束して、まあ、どうにかその約束が実行されていたんですが、今夜は、 僕が血眼になって仕事をしている最中に約束を無視してフレデリックがバカげた歌を始めたんです。豚が翼をすぼめなんていうバカげて聴いていられない歌ですよ。しかもそれに合わせてもう一人のやつがクラリネットを吹くのです。はじめは辛抱していましたがしまいにはたまらなくなったので僕は隣へ行ってベルを押して出てきたフレデリックのサイ君に 静かにサイく君は「そうか今日は木曜日でしたか」そんなら主人にそのことを話して歌をやめさせましょうと言いました多分そう言ってくれたんでしょう僕が部屋に帰った頃には静かになっていましたことによったら殴ってやろうと思っていたんですがでもそう話しただけでやめてくれたので無事に済みました あなたがそこへ行ったのはいつごろのことですなミラーは聞いた9時5分ごろです歌が始まった時に寺の鐘が九時を打ったからミラーはソーンダイクの顔をちょっと見てああ、そうですか私たちが知りたかったのはそのことだけだったのですどうもお邪魔をしましたそう言って勢いよく立ち上がって 部屋を出て階段をて私たちも彼の後に着いた町へ出ると彼はがっかりした顔で私たちを振り返り「どうです困ったことになった証拠がなくならないうちにと思って大急ぎでやってきたんだがあんなことを言われちゃどうにもならん」「あなただってあんなアリバイは打ち壊せないでしょう」 この失敗をどうう考えているだろうと私はソーンダイクの顔を見たが彼も当惑している様子でこの新しい展開にどう対処すべきか思案しているらしかった私の見たところではポンティングが着ているのは上下ともトビードだったがソーンダイクもそれには気づいているらしかったもっともこれはその後着替えたとすればその事実に何の重要性もないわけなのである それよりも私たちの手花をくじいたのは彼が完全なアリバイを持っていることでこれが事実ならミラーも言ったように私たちは行き詰まったに違いないのであるふとソーンダイクは顔を起こしてミラーに言ったまずこのアリバイを確実なものとする必要がありますな嘘か本当かすぐ調べてみましょう今のところ、 ただポンティングがそう言ったというだけなんですからまさか嘘はつかないでしょうミラーは陰気な顔だったしかし人殺しの嫌疑をかけられた者は嘘ぐらいつくものと思わねばならんことに実際の犯人だったら平気で嘘もつきますよだからポンティングが渡りをつけたりしないうちバーネット夫人に会って確かめることですよいや ミラーは言う渡りをつけるならもう私たちが来る前につけていますよしかし一応はあなたも言われるように確かめないといかんあそこの窓に明かりがついているようだこれから上がって聞いてみましょう話はあなたにお任せしますよ私たちはビルディングに入り階段を上がったミラーがベルを押してドアをノックした しばらくするといぶかしげな女の顔がのぞいたあなたフレデリック・バーネットさんの奥さんですかそう騒ダ大工が聞くと女は面食らったような顔でうなずいた実は隣のポンティングさんやそれからオタクのことについて知りたいことがありますのでそれでお邪魔に上がったんですがどうもこんなに遅くご迷惑でしょうが大切な話なのでこの説明を バーネット夫人は困ったような不思議な様子で聞いていたがちょっと考えた後でとにかく主人に話してみてください今呼んでまいりますからちょっとお待ちくださいそう言ってドアを少しばかり押して閉めるようにしたが閉めてしまいはしなかったそしてリビングルームへ飛んでいったようだった彼女がまだドアのそばに立って話している時私のところから「 玄関の奥の空いたドアの奥に赤いクロスのかかったテーブルが見えただから私は彼女がその部屋へ行ったのだろうと思ったのである彼女は「ちょっとお待ちください」と言ったが1分たっても帰ってこなかったミラーはじれったそうに「あの女に直接尋ねた方がよかったかな」と言ったが私もそれには同感だった やがて足跡が聞こえて一人の男がドアを開けた左手はドアに当て右手にはハンケチを巻いていた彼は疑惑をたたえた目で私たちを一人ずつ見てどんなご用ですかどこからおいでになったのです私はソーンダイクといいましてチャールズ・ミードという牧師さんの法律顧問なのですこの二人はやはり私の仲間です ポンティンィグさんの近頃の動静を聞きに来たのです例えば今日はあの人がどうしたというようないつあなたはあの人を最後にご覧になりました今にも彼は面会を拒絶しそうな様子だったがまた思い直してしばらく考え私の部屋の窓から向こうの出窓にいるポンティングが見えましたよ8時半頃のことです ははそれよりりも後ででっったはずです。お入にになっててて聞いいて。みてください彼は不思議そうな格好で私たちを案内して廊下に入っただが不思議に思ったのは彼よりもむしろミラーと私だったかもしれない私にはソーン工が遠回しの質問をした理由が分からなかった廊下のドアを開けて部屋に入ったらまた不思議なことが目についた 玄関の外から見た時には赤いクロスがテーブルにかかっていたのにそのクロスがいつの間にかなくなっているのであるそのクロスの代わりに壁際の小さいテーブルの上のなんだか大きい四角なものの上にかぶせてあったつまりこの家の人は何だかわからぬがその大きいものを私たちに見せたくないのだクロスのないテーブルに向かって座った私は それが何だろうといぶかしがらずにいられなかったバーネットはソーンダイクの質問を妻に説明した後でポンティングが来たのは9時をちょっと過ぎたからだったろうどうだったええー、そうだったでしょあなたが稽古をおめになったのが9時を打ってからすぐそれからちょっとしてあの方が来られたんですから歌を歌うのが僕の商売なんですよ バーネットは言う。そしてここにいるのが弟でいろんな楽器で伴奏してくれるので2人はしょっちゅう稽古をするんですけれども木曜日と金曜日は隣のポンティングが仕事をするのに邪魔になるというので歌を歌わないことにしていたんですが今夜はそれを忘れていてちょっと歌ったのです実は今度新しい歌を僕が歌って それを弟がクラリネットで伴奏することに決まりましたのでみんなその歌に夢中になってしまってついうっかり何曜日か忘れてしまったのですところが最初の一節の稽古がまだすまぬうちポンディングがやってきてキング類みたいに激しくドアを叩き出したのですぐ家内が出て行って謝りそれから稽古はやめてしまいましたバーネットがそんな話をしている間に 私は物珍しげに部屋の中を見回していたがなぜともなく私はその部屋に奇妙な空気が満ちているような感じを抱いたどことなく緊張の気があふれているように思われたバーネットのサイ君は青白い顔になっておどおどしていたバーネットはよくしゃべりはするが妙に不安げで弟は安楽椅子に腰掛けて灰色のペルシャ猫を膝の上にのせ じっと暖炉の火を見つめたままで物を言いもせねば身動きもしなかったまたしても私は赤いテーブルクロスで隠したものが気になったしばらくするとバーレットが言ったどうしてそんなことを聞きにおいでになったのですポンティンィグが今夜どうしたというのですそう言った後で彼はパイプとタバコ入れを出しパイプを包帯した右手に持ち 左手でそれに煙草を詰めた。その左手の器用さで私はすぐ彼を左利きと見て取った左利きであることは左手で上手にマッチを吸ったことや右手に腕時計をつけていることでも分かったそんなことをお尋ねになるのはもっともですソーンダイクは言ったそれに対する答えは恐ろしい出来事があったということです 今夜あなたのご親戚のミス・ミリセント・フォーセットが死んだのですがその死因が疑わしいのです9時にちょっと前に死んだのですが自殺ではなく他殺らしいですから一応その時刻の関係者の動静を調べなくちゃならんのですおおそれは大変なことになりましたなマーネットは叫んだ 部屋が沈黙に閉ざされたその沈黙の中で隣の部屋の犬が鳴いたがその甲高い鋭い声でチンであることはすぐに分かったまた私は部屋にいる人々の緊張した空気を感じた騒音大工の説明を聞いた崔君は死人のように青くなって肩肘をついて頭を支えた マーネットはひどい衝動を受けたように青くなって椅子を体に沈めた弟は黙って火を見つめているこの悲劇的な空気を破って出し抜けにソーンダイクが立ち上がって無作法とも言えれば悪趣味とも言えるようなことをしたので一同がはっと息をのんだ赤いクロスで覆ったテーブルの真上の壁にエジングの額が一つ掲げてあったが 椅子を離れた彼はその額を見つめながら歩いていってこれはカメロンのエチングでしょとその真下に立ってクロスで覆ったものに片手をついて背伸びをするような格好をしたのであるそれに手を当てないいくださいそう叫んでバーネットは椅子から飛び上がったソーンダイクは初めて気づいたように顔を下に向け 手の当っているところを見そっとクロスの端をはぐってみて壊れていませんから大丈夫ですと言ってまた静かにクロスで覆ってそれからまたエチングの額を見たあとで元の椅子へ帰ったまた部屋が深い沈黙に閉ざされた緊張した空気が一層深まったように思われたバーネット夫人は 幽霊のように白くなって激しい息遣いをしだした彼女の夫は怒ったような顔で夫人を見つめやけになったように強くパイプを吸ったミラーもこの異様な雰囲気に気づいたらしくそっと夫人を見それから主人のバーネットを見さらにその視線をソーンダイクに移した静まり返った部屋にまた激しいチンの鳴き声が聞こえたが 私はそれを聞くと、なぜ友達に、暖炉のそばにうずくまる弟の膝に眠っているペルシャ猫を思い出した。私はその猫を見、猫を抱く人を見たが、その瞬間、異様なものが目についたのでひやりとした。静かにバーネットの弟の肩の上に、緑がかった茶色の人間の顔を小さくしたようなものがぽっかり現れたのである。 小さい手を彼の肩にかけて恐る恐る見知らぬ3人の来客を見ようとするかのように小さい猿は次第に高く顔をもたげたがすぐまたはにかみ屋の子供のように顔をすっこめてしまった私は雷に打たれたような気持ちだった猫と犬のいることを知った時にはただ偶然の富豪と解釈したにすぎなかったが奇妙な猿を見るに及んでは もははや偶然とは思えなくなくった弟を見つめる私は息が詰まりそうだったこの男は数マイル離れた地点のネイスに横たわる女の死体と何かのつながりを持っているに違いないではどんなつながりあの戦慄すべき犯罪が行われた時刻にはこの男はこの部屋にいたのに違いないのだ それにもかかわらず何かのつながりを持っているふと私は今この瞬間ソーンダイクが真の犯人を指摘する直前にあるのではないかという疑いを持つに至ったそうですかそれは大変なことになりましたなしわがれた声でバーネットは出し抜けにそう言った後で何か。 他殺と自殺と区別がつくようなはっきりした証拠でもあるのですかここにいる警視庁のミラーさんは他殺に違いないと言っていますそう言って孫恩大工がミラーを見ると当枠顔のミラーはかすかにうなずいた関係者を調べると言われましたが犯人が誰だとわかるような証拠があるのですかありますと孫恩大工は答えた 立派な証拠があるからその証拠を根気よく調べてさえすればいいのですはっきりした足跡が現場に残っていたのでその型を取ったのですどうですそれをご覧に入れましょうか返事を待たずに彼は調査箱から石膏型を出して私に渡しこれをみんなに見せてあげてくれあまり意外な騒音大工の出方に驚いたミラーは しばらくあぜんとなっていたが私が一堂に石膏型を見せるためテーブルに近づきかけるとミラーはそれを壊されることを警戒するもののように立ってテーブルに近づいた私は用心しながら石膏の雪のように白い靴裏を上に向けてテーブルの上に置いた斜めから光線を受けて丸いかかとやちびたところや修繕したところが びっくりするほど鮮やかに浮かんで見えた3人の家族はミラーの許す範囲でできるだけテーブルに近寄ってみた私はソーンダイクがこんな不可解なことをするのは彼らのうち1人あるいは2人に何か秘密の企みを持っているためではないかとそんなことを考えながら彼らの態度を見ていたバーネットはいっそ青くなったようだったが そそれれででも無表情な目でそれを見ていた。崔く君は目を見張り口を開けて混乱と恐怖の入り混じった顔だった弟のジェームズ・バーネットは私はこの時初めて彼の顔を間近に見たのだが物おじしたように顔色を変えて女の肩越しにのぞいていたそしてこれも初めて気づいたのだが確かに彼の服の上下はコンサージで。 器や上着の前の方に動物の毛がついていたそしてこの罪深い足の肩を覗き込む3人はしばらくは身動きもせず物も言わずそから見ていてもなんだか気味が悪いほどだったが次の瞬間もっと気味悪いことが起こった不意に静かな部屋の中に鋭いクラリネットの音と キンキンするような歌声が響き出したのである豚が翼をすぼめ牛が巣に帰れば皆びっくりして振り返ったが歌の主はすぐ分かった赤いテーブル掛けを足元に落として騒音ンダイクが立っていたそのそばの小テーブルには大型の蓄音機けれど 耳に当てるゴム管の代わりに螺旋状に巻いた金属製のラッパのついたのが見えた気を飲まれた沈黙があったのは一瞬のことですぐ次の瞬間に大混乱が始まったバーネット夫人は耳をつんざく悲鳴を上げて椅子に崩れかかり彼女の夫はソーンダイクに飛びかかっていったがすぐソーンダイクに手首をつかまれ羽交いじめにされてしまった ミラーは一目で全てを悟り立ち上がろうとする弟のジェームズをぐっと椅子に押さえつけて動けないようにした私は陽気な蓄音機の音が悲劇的なこの場の雰囲気にそぐわないので急いで機械を止めてソーンダイクと一緒にバーネットを蓄音機から遠のけたソーンダイクはもがくバーネットを羽交い締めにしたままミラー君 あなたは社会秩序の擁護者でしょと聞いたそうですそれが私の職務ですそれではミス・ミリセント・フォーセットを殺した犯人としてこの3人を逮捕してくださいジェームズ・バーネットが後ろから女の両手を掴んでいるところを兄のフレデリック・バーネットがカミソリで切りつけたのです夫人は偽の割合を作るため この部屋で蓄音機を鳴らした。私何も知らなかったのよただ蓄音機をかけてくれと言われたのでその通りにしただけなんですバーネット夫人の声はヒステリーのようだったそれは後で調べたらわかりますミラーは言った適当な時と場所でそう言ったらよろしい誰か巡査を呼びに行きますかそれとも笛を吹きましょうか ジャービス君、呼びに行ってくれ。ソン大工が言った巡査が来るまで僕がこの男を捕まえているそこらにいる巡査を呼んでその後で警察署へ行ってくれ入り口のドアを開けておくのだ私は言われた通りにしたそして警察へ行って4人の巡査と1人の警部補二2台のタクシーに乗せて帰ってきた 彼らが3人の犯人を連れ去ると私たちは家宅捜索を始めた3匹の動物は動物好きの巡査に任せた兄のバーネットはすっかり服を着替えていたがソーンダイクが鍵のかかっている引き出しを開けると彼が鍵を使わずに情を外した手際にはミラーも驚嘆していた中から予想通り血のついた格子島のズボンや 買ったばかりのミラーはそんな品々や蓄音機のラッパを丁寧に包んで荷造りして持って帰った歩いて帰りながら私は聞いた「この犯罪の真相は大抵見当がつくが僕が不思議に思うのはバーネットの家へ行く前にすでに君が犯人の見当をつけているらしく思われたことだ」。 どうして君はバーネット兄弟を疑い出したのそれはミードの最初の説明をもとにしてその後の出来事を順を追って考えてみれば分かることなんだ死体を見てすぐ分かったのは自殺ではないということだったあの女の平常の性格だとか前後の事情だとか不似合いな狂気などの問題を詮索するまでもなくカラーや帽子の紐が切れていることだけでも他殺ということは分かる。 君も知っているだろうが自殺する人間は自分の身につけているものを傷つけるものではないそれは法則のようになっていることなのだ自分の喉を切る人間は決してカラーを切るものではないカラーのような邪魔になるものは取り去った後で自殺するのが普通だ誰でも自分のすることは完全にやりたいと思うだろうしまた そんな準備をするだけの時間はあるはずなのだけれども他殺の場合にはそんな時間もないしそんなことを考える余裕もないまだある傷はドアのそばで受けたのに死体は部屋の奥のネイスの上に横たわっていたネイスのそばに血がないからそこへ運ばれた時には死にかかっていたか あるいいはすでに死んでにんたものと考えななければならぬだからあの死体は喉を切ったあとでネイスに運んだのだ次は血の問題だが傷口から出た血は皆まっすぐに足に流れていたから傷を受けた時には立っていたのだ首には4つ傷があってそのうちの1つが致命傷で頸動脈と動脈を切っている それだけの傷を受ければすぐ倒れるのが普通だであるのに血の流れた方向から判断してすぐには倒れなかったではどうして倒れなかったかそれは後ろから誰かが抱きかかえていたのだこの推理が当たっていることは女の手に傷がないのを見てもわかる誰かが支えていなかったら女の手に必ず傷ができるはずのものだ それはカラーの後ろがしわだらけによじれてドアのそばにボタンが落ちていたのを見てもわかる次は動物の毛の問題だが普通動物の毛は前につくものだがあの女の死体には前には毛が一本もないのに後ろにだけついていたそれからまたあの女が動物を飼っていなかったということも分かったしてみると犯人は2人で。 1>, 1人は後ろから女の両手を持ち1人が前から切りつけたと判断しなければならぬ塀の上についていた服の繊維も犯人2人説を指示しているあれは2人の男のズボンの繊維なんだよそれから4つの傷の傷口を見れば切りつけた犯人が左利きであったこともわかる僕は車の中でそれらの事実をいろいろ考えてみたそれから 犯人の犯罪動機は何だろうと考えてみた現場には盗まれたものはなかったしまた窃盗が目的の犯罪でないことはすぐに分かったではその他にどんな動機があるか仮に今ここに莫大な財産を持った独身の女があって親戚の者にその財産を分けるという遺書を書きながらその女が結婚すると言い出したら どんな結果になるだろう。結婚と同時にその遺言状は無効になるがその女が今までどおり彼らに有利なように遺言状を書き換えるとは思われないここに犯罪の動機があるそして彼らのうちのポンティングは実際にその女を脅したことさえあるでも脅したということ以外ではポンティングは重要容疑者とは言えない 遺言状で得る彼の利益はごくわずかであるからだ最も利益を得るのはバーネット兄弟でこの2人は女が死ねばすぐ遺産にありつけるのだしかも1人でなく2人なのだポンティングよりこの方に濃厚な動機があるそしていよいよポンティングに会ってみたら彼はアリバイを持っていた 原稿のアリバイは編集者に聞いてみないとわからないがもう一つのアリバイは決定的であるただ困ったことにポンティングのアリバイは同時にバーネット兄弟のアリバイにもなっている二つのアリバイの違うところは一つが目で見たのに一つは耳で聞いたことなんだ僕はこれまでにも考えたことがあるのだが自分で吹き込みができるなら 蓄音機を使えば都合のいいアリバイができる前後の事情を考えてみたら蓄音機がぴったり当てはまったポンティングが原稿書きに熱中している時隣から蓄音機をかければ彼が怒ってくるに違いないだからアリバイを証明するために彼を証人とすれば好都合だこれは僕がバーネットの家へ行くまでの推理だが 試してみるだけの価値はあろうと思った。さていよいよ彼の家へ乗り込んでみたら彼は右手に包帯をしていたがもしあれが左手だったら僕は驚いたかもしれないだが彼が左利きであることはすぐに分かったこの偶然にも僕は驚かずにはいられなかった普通の人だったら答えないような質問に彼はスラスラと返事をしたが それは当然なことで彼の方では自分のアリバイを一生懸命に作ろうとしていたのだ最後に赤いテーブルかけだが私たちが玄関に入った時にあれが大テーブルに掛けてあったことは君も見たと思うんだがあれで誰かが壁際の小テーブルの上のものを隠した赤いクロスのことは今さら話さなくてもわかるだろう次に 猫を見犬の声を聞き猿を見た僕は果たして想像通り赤いテーブル掛けの下に蓄音機があるかどうか調べて見ずにいられなくなったそしてそこにまだ円筒形のレコードがかかったままになっているのを見ると一か八かの冒険をするより他に手がないと思ったというのはそのレコードを試さないうちには 彼のアリバイがいつまでも本物として通用するからだもし僕の冒険が失敗したらミラー君に石膏型を引っ込めさせて引き上げて帰るつもりだったところがその冒険が的中して馬鹿げた歌が沈黙を破ったので一挙に事件が解決したわけだ治安判事はバーネット夫人の弁護を正当と認めて彼女をすぐに釈放した 2人は後半に移されしばらくして極刑に処せられたこれも愚かな犯罪者の一例なのだソーンダイクは言う放っておけばよいのに偽りの証拠を作ろうとするバーネット兄弟が偽りの証拠を作らなかったらあるいは疑惑を受けなかったかもしれないのだ 犯人があの二人であるということが分かったのはあまりアリバイに苦心しすぎたからだった。